皆さんこんにちは、 PGA ティーチングの竹内です。本日のレッスンは〇〇な人必見シリーズ、ここを直したい人は絶対見てということですね、やっていきたいと思います。本日のテーマは腰のリードができない方に向けてのレッスンになります。腰のリードができないっていうのはですね、どういうことかと言いますと、ダウンスイングの際に上体ばかり力が入ってしまって、グッてこう打ち込んでしまったりとか、手先でクラブをパーンと返してしまったり、また腰、体の回転はするんですけど腰と上体の動きがほぼ一緒になって、こういう形になってスライスが出てしまうと、こういう方もですね、今回のレッスン絶対に見てほしいです。意識していく正しい動きというのはですね、まずバックスイングを上げてダウンスイングをしていく際に、切り返しのラインで腰の回転から始まり、上体がついてきて、そして手が動き、インパクトの形という形になります。この時見ていただくと、肩のラインは目標方向に対して平行になっている、そして腰のラインは少し開いている状態が作られている、この形が正しい動きになります。これが肩のラインと腰のラインがほぼ一緒の方向を向いてしまっていると、ボールは左側にまっすぐ飛んでいく動きになります。また腰が回らずに上体だけが行ってしまうと、これも左に飛んでいってしまいます。体の回転がちょっと起き上がりながら、こういう形で一緒に回転してしまうと右にスライスになってしまう、といったようにですね、この腰のリードができないと様々な NG ショットを生んでしまいます。また飛距離ロスにもなってしまいますので、腰のリードしっかりと作れるように練習をしていきましょう。はい、今回はちょっと3つに分けてレッスンをしていきたいと思います。まずは上体のこの体の開きをしっかりと抑えてボールを捉えることができるかどうかというのをですね、ちょっと一度やっていきたいと思います。まずここから足のスタンスを、向きを大きくですね、クローズスタンスに変えていきます。この時に靴半分ぐらいですね、クローズに入れていき、スイングの軌道はイメージはこのスタンスの方向通りに振っていくってことを心がけてスイングをしていきます。向きの体の向きは目標方向に対してまっすぐに向けていきます。クラブの振り抜きはスタンス方向なので、インサイドから入れてアウトサイドに抜くような感覚で打っていきます。それではですね、一度見ていてください。どういう球が出るかということなんですけども、こうやって打つとスタンス方向にまっすぐですね、右に打ち出したようなボールになっています。このボールが実際に打てるようになるまで、しっかりとこのクローズスタンスで練習をしてみてください。これは何を今意味しているかと言いますと、体の開きを抑えている動きになります。クローズにしているので、こちらサイドに少し壁を作っているの感覚があって、上体が早く回ってしまう人はこういう形で突っ込んでしまって、ボールをですね、こう左に打ってしまう動きになってしまうんですけども、今回のこの動きというのは体の開きをこう動けなくしているので、スタンス方向からクラブヘッドを入れていくと右にこう打ち出すような球筋になっていきます。はい、まずですね、ステップ1ではこの右に打ち出すっていうことをですね、できるかどうか、練習をしてみてください。2つ目ですね、2つ目はこの体の開きをしっかりとこれで養えたかどうかっていうのをちょっと確認していきます。クラブをですね、右足のスタンスをまっすぐにしていただいて、右足の外側にこう置いていきます。ここで左側で、左の手で上から押さえていきます。ここの時に体をぐっと腰を回していきます。この時にこのクラブがこっち側に倒れないようにですね、この垂直にしているまま腰だけを動かす動きを作っていきます。こうすることで下半身の回転、それに対して上体がついていかない動きっていうのが作れています。これで腰のリード、捻転差っていうのが作られています。このような感覚でインパクトを迎えます。この動きをですね、どんどん練習していただいて、腰のリードしている感じ、腰に引っ張られている感じっていうのを作ってみてください。はい、続いて3つ目です。3つ目は実際にボールを打っていきます。この時に、意識していくのは、バックスイングをする際に左足を浮かせます。で、左足をつくと同時に左の腰を後ろに下げます。こういう感じです。その状態が作られてからクラブヘッドを下ろす
イメージで打っていきます。一度打ってみますのでご覧ください。自分の中でバックスイングと同時に左足を上げて右に体重を乗せます。そしたらダウンスイングで踏み込んで左足に体重を乗せて腰を回していきます。この動きがスムーズにできるようになるとフットワークですね、フットワークを使いながら腰のリードが作れることができます。どうしても苦手な方というのはですね、こう同時に落ちてきてしまったりとか下ろしてから触れないとかですね、そのような形になってきますので、このタイミングが作れるように練習をしてみてください。はい、このようにですね、ちょっとステップを使って足の動き、そして腰の動きをリードさせるということを意識しながら練習をしてみてください。本日のレッスンも以上で終了とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。